Here we are in Paris-Car to test with the other seat. The new teammate we're gonna have for Le Mans 24 hours is Satoshi Motoyama. Hello, my name is Satoshi Motoyama. I'm driving Nissan Zelda RC for Le Mans race. A multiple Super GT champion for Nissan Nismo, right now a works driver in GT500. 初めて1998年にルマンチャレンジして、すごく大きな経験でした。特にその事前に行われた予備予選で、初めてのルマンのサーキットの中で、すごく、ね、厳しい競争の中予選を通過できたっていうところがすごくね、その後の僕の自信になりました。2年前やっぱりね、完走できなかったっていうところですごくね、心残りなところがあるので、今年は、必ず24時間走り切ってチェッカーを受けたいです。世界初の日産 の、ね、その電気のチャレンジっていうところに一緒に参戦できるところにすごく幸せを感じます。Really, really special teammate. I'm really, really glad to, that I'm gonna work with him. Such an icon for Japanese motorsport and for Nissan. I met for the first time Satoshi Motoyama, and yeah, it was really an honor for me to meet him. 二人とも、さまざまな経験を積んできていて、信頼できるドライバーだと思ってます。まあ、それとはね、プラスして、ね、自分の過去の経験がまたチーム、そのドライバー2人にとってプラスになればいいと思うし、ね、そのみんなでルマをうまくレースを走り切りたいと、思ってます。リーフ RC を、運転してみて、やっぱ今までのエンジンとは違って、トルクの出方がすごくね、強くて印象的でした。あとこういった経験から、今年ルマンをね、ゼオド RC で走るっていうところに、すごくね、非常に楽しみだし、自分でもね、すごく興奮してます。ルマン24時間レースは日本人にとっても、ね、非常に、有名だし、世界的な大きなレース、もちろん僕にとってもそうなので、ぜひね、過去日本人ドライバーもいい成績を何回か上げてるけれども、そこに、ね、加わっていければと思い頑張っていきます。 I am happy to have a chance to drive at Le Mans. Thank you to Nissan and Nismo and fans.